未だ後を絶たない悲惨な飲酒事故。令和3年6月28日、千葉県八街市では当時60歳が運転するトラックが下校中の小学生5人に衝突し、3人が負傷、2人が死亡しました。男からは飲酒運転の基準値を超えるアルコールが検出。男は飲酒の上、運転中に居眠りをして交通事故を起こしたことが判明したのです。日南市でも令和3年2月11日と5月30日に飲酒運転者による交通死亡事故が相次いで発生し、2名の尊い命が奪われています。アルコールは脳にどのような影響を及ぼし、運転にどのような支障が起きるのでしょうか。日南市阿方西にある川西脳神経外科を訪ねてみました。アルコールは中枢神経系に対しては抑制的に働き、その程度はアルコールの血中濃度に左右されると言われています。その結果、酩酊状態をもたらします。酩酊は知覚、運動、精神活動を障害します。初期は前頭葉機能低下に基づく脱抑制により多項的、多便、ほろ酔い気分になりますが、次第に側頭葉、頭頂葉、後頭葉の機能低下をもたらし、通覚、聴覚、視覚などの感覚が鈍麻します。さらに影響は下降し、大脳辺縁系を抑制し、感情障害や記憶障害をきたし、小脳を抑制し、運動障害や歩行障害をもたらします。脳幹部が抑制されると呼吸停止、死に至ることもあります。また大量かつ長期にアルコールを摂取するとビタミン B1 の欠乏状態をもたらし、記名力障害およびそれをごまかす作り話を特徴とするウェルニッケ・コルサコフ脳症という認知症になることもあります。さて、それでは飲酒をすると車の運転にどのような影響が起きるのか実験をしてみましょう。こちらは飲酒ゴーグルといいます。飲酒した時の視覚を再現するもので、装着するとかなり風景が歪んで見えます。ゴーグルをカメラの前にかざしてみると、交差点では信号の色も判別しづらいほど視界が歪みます。まずは飲酒ゴーグルをつけて歩くとどうなるか実験してみましょう。今回の実験は日南地区安全運転管理者等協議会の松尾さんに参加してもらいます。まずは飲酒ゴーグルなしで歩いてもらいます。飲酒ゴーグルなしでは中央線をはみ出すことなく一定の速度で歩いていますね。次にこの飲酒ゴーグルを装着して中央線を歩いてもらいます。飲酒ゴーグルをつけた状態では中央線をはみ出しながら歩いているのがわかります。どうですか？まっすぐ歩けない状態です。これでもし車に乗った場合、これは殺人犯確定ですね。これ危なかった？はい、危ないです。次に松尾さんが向かったのはこちらのお部屋。次に体験してもらうのは飲酒をした時の運転です。こちらの飲酒ゴーグルと運転シミュレーターを使って実際に飲酒運転を疑似体験してもらいましょう。これはですね、教習では体験できない人の飛び出しとか車の妨害とかですね、リアルにできるようになってます。飲酒ゴーグルつけてやったらどうなると思いますか？まっすぐ走れないですね。5分10分ということを何回も事故を起こすっていう感じになっております。ではまず飲酒ゴーグルを装着しないで運転をしてもらいましょう。ではどうぞ。普通の状態ではまっすぐに走行できています。
次に飲酒ゴーグルを装着して運転してもらいます。ではお願いします。はい、歩くだけでもフラフラだった飲酒ゴーグルで果たして運転できるのでしょうか。ハンドル操作の手が危うくなり走行がフラフラしています。飲酒ゴーグルに加えて夜間走行という条件をつけてみると、危なかったです。おお、ちょっと人乗った。怖いっす。車に衝突してしまいました。なんですけど、ちょっとですよ。おお、なんと人を跳ねてしまいました。人を跳ねて車に接触して、とてもじゃないけど、こんなに事故を起こすとは僕も思ってもなかったです。また飲酒は人によって気を大きくする作用があり、そのせいで重大な事故を引き起こす可能性も高まるといいます。この実験で飲酒運転がいかに危険なものか分かっていただけたと思います。運転者は飲んだら乗るな、乗るなら飲むなを徹底しましょう。令和4年4月1日から安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されました。また今後はアルコール検知器による確認が義務化される予定です。私たち日南地区安全運転管理者協議会は、日南市から飲酒運転をなくす取り組みを広めていきます。安心安全の日南市を皆さんで頑張っていきましょう。日南自動車学校は幅広い年齢層の運転者に対して飲酒運転根絶を図る教育を行っていきます。日南から飲酒運転を根絶し、安全で安心な街日南市を実現していきましょう。